Dear A。調子いいと思いますので、すごいいい演奏が、お披露目できると思います。本当に楽しみ。やってみなきゃ分かんないバンドだから、そうですね。同じことは二度とないし、はい。あとさ、今日楽しみなのはエンジニア、あのところにちゃんとカメラがあるんですよ。俺もあれは重要だと思うわ。俺も見たことないもんね、本番中のそのタクサバキね。そう。あれが見られるのはね、すごく。個人的に楽しみ。うん。いや、見せないよ。見せてよ。隠して隠してとか。でも見てても分かんないと思う。何やってんか。なんでそこをいじったらそうなってんのってのは分かんないと思う。ああ、企業秘密な。昔みたいにほら、つまみがいっぱいあってつまみをいじってってことじゃないから。うん、あ、違うの今。え、どういう意味？それはまあ普通にフェーダーを動かしてるだけにしか見えないから、うん、これでどう？フェーダーを動かしてる裏に仕込んでるものがあるから。どう？じゃあそうなんだ。すごいな。じゃあますますそれ映したの見たい、ね、俺。お楽しみ。それはぜひお楽しみにしてもらいたい皆さん。そうそうそう。今ダブっていうのはどこまで来てるのかっていうことがよくわかると思います。ね、僕ら大きな意味、それの素材みたいな番組で、ね。そうだよ、そうだよ。そのために声を出してるようなもんだから。はい、でもライブダブはほら。ミュートができないから、うん、自分たちが全員が出ちゃうってこと、ね、ミュートボタンってことなんで、うんうん、自分でミュートしないと自分がミュートしないとミュートはされないから、そういうことか、ライブダブはミュートしない、俺ミュートもできんだと思ってたでしょ、生音が聞こえちゃうからね、ミュートはできるのさみたいなこと言ってるけど、うん、できないさみたいなこれできないさってところでちゃいながらいつも言ってる俺そんな沖縄風みたいなそうそう、だからライブダブはいわゆるレコーディングダブとはちょっと違うっていうのはそういうところなんですよ、ね、全員がトリガーであって、そうか、抜き差しは自分の判断に任せられるわけじゃない、十分に抜き差ししましょう、でもだから全員でダブをやらないと、うん、ダブライブダブはダブにならない、そうか、そうなんです、全員がエンジニアだってことで、ね、そうね、ただみんなが演奏しながら片やこちらミキシングへエンジニアのような頭でここで俺抜けようかなとか、ここで入ろうかなってするのが僕らの形態なんで、そうだ、ね、でそこにこっちが反応するのがライブダブの仕事、なるほどなるほど、そういうことか、そういうことなんです、だからプロデューサーとかしてる人たちがこのメンバーは多いのは、そうそうそう、だからそういうことできる、そうそう、プロデュース能がないとできないんだ、うん、あ、勉強になりました、分かった、はい、ありがとうございます。まとめて、いっぺんまとめて。はい、そういうわけで、ちょっとみんなのミュート加減とダブをぜひ見て楽しんでいってくれたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。絶対ミュート多めな映像になっちゃう。ミュート多め。多めじゃない。伊藤聖子イズザポエット、よろしくお願いします。よっ。オンキーボード、辰山一平、そしてワーズ、伊藤聖子、オンギター、アイゴンこと、相田重和、そしてオンドラム、佐野安夫、そしてオンサックス、小林健、オントランペット、サキ、そしてオンベース、ワツシー。バンドの根幹であります、ダブミックスの宮大工こと、ダブマスター X! この PA ブースがですね、エラはこの2階にありまして、ダブさん今2階に、タクと向き合っておる状態ということで、はい、ダブポエトリーってまず何ぞやというところからぜひお聞きしたいなと。
そうですね、まあ、基本的にはあのポエトリーリーディングなんですけども、僕はあのラップがちょっと狭苦しいなと思って一回やめてて、実のことを言うと、でね、こうやってパーツできて、なんかできたけど、肝心のストーリーはないんですよ。なるほど。でストーリーはだって僕らもどんなポエットが乗るかも分かってないから、まあこの後の初めて本番のライブでやって、でその間ダブちゃんがいろんなダブ処理をしてもらったりしながら、うん、まあ曲になったらいいな、いいなみたいな感じ。それを例えばダブって言ったらどうなるかっていうのをちょっと、もちろんこれでこういうふうにかかっている。ものの音色です。だからまあラーメンでいうと、なんかこの具材を例えばもやしとかあのネギとかナルトとかそういうの用意しとくみたいな、で今何乗せるみたいな、そういう感じ でそれがちゃんと意味に関わってるからこのバンドは面白い。そうですね、ミュージシャンもダブエンジニアも意味で、あこの意味強調したいとか、初期のバンド餃子大王ね、あれで一番ヒットで何万枚ぐらい出たんですか。あれは、アナログのレコードで1万枚ぐらいですよ。1万枚を直送、はい、皆さんあの想像できないと思いますけどね、レコード1万枚量半端ないよね。1箱が100ですからね、100箱ですね。だから事務所にあの工場から届くじゃないですか、はいはい、あのねトイレとかユニット置くとこないんだもうそれぐらい全部ね潰してました。まあロフトの社長って今日来てるんですけど、はい、ロフト新宿ロフトとかシェルターとか、はい、バイトしてないんですよ。だから90年代は僕普通にシェルターとか、まあ、あの Q とか、うん、はい、バンド見に行ってました。お客さんとして、お客さんとして、まあ、ミッシェルとかもそうですし、あとポッドショットとかすごい好きだったんで、ありがとうございます。30万枚アルバムをあの売って、なんか渋谷に小さいビル建ったんですよみたいなって聞いて、インディーってすげえみたいな。自主でや、まあでね、バンドでやってたら建っちゃうよね。建、はい、ちますね。 OK、 お楽しみください。では次は Dub is Dub is Dub isしなくなってからそれは繰り返し広がる。ダブ20世紀最後の発明はヒップホップとダブ。ダブ存在しなくなってからそれは繰り返し広がる。ヒップホップ&ダブ。演奏者は演奏がミュートされるのを楽しみ、一切演奏しないエンジニアが頂点に立つ。そうだろ DMX。 ダブ低音と高音以外いらない。振動で細胞一つずつを解放する。隙間だらけの音楽、人を空洞だらけにする。所有できないアクション、
たとあなたの、宇宙の合間に偏在するアトラクション、螺旋なすモーション、震えのダンジョン、限りなき音のアクション、ダブイズ、ダブワーズ、ダブイビュー、ダブイビュー、それはまるで人の痕跡、存在しなくなってからそれは繰り返し広がる、君が存在しなくなってからそれは繰り返し広がる、僕が存在しなくなってからそれは、誰も存在しなくなってからでもそれは繰り返し広がる、音だけが ITP です。ダブバイダブマスター X。どうも。今から。世界が光り出す、君が泣き出すと世界が歪んでく、君が乾くと世界が枯れてく、君の祈りを世界が聞いてる、 You are the conquerer、話すと世界が増えてく、
君に差し出すと世界が震え出す。君が振り向くと世界が息を呑む。君の時間を世界は刻んでる。 You are the conqueror。
を走り出す色がつく震え出す今回らでした。最後の曲です。 Dear A。
その辺り人の気配、悲しみの色の座る気配、旅旅を行く。
DMX どうもありがとう、エラありがとう。まず新曲の手応えというか、新曲の一平さんどうなんですか、どうですか手応え。いや、なんとか終わるもんだなと思う。まあ終わらないことはないんですけど、なんか形になりましたね、よかったと思います。あれですか、はい、やっぱり明けない夜は、明けない夜は山の雨はそんなに暗かったの。暗かった、薄いな。小化け的にはどうなの、まあ、例えると。そうですね、ラーメンで行くと一日ください。いやでもまああれはどんどん磨いていって良くなる、その原石みたいな感じは感触としてあったんだよね、うん、ね、うん、なんか構成を少しずつ変えたり違うメロが入ってきたりするんだろうなと思いながら、僕もいろんなものを試しに読んでみたって感じでした、ね、逆に一番最後にやった D.I.A. なんて本当にそうやってできたんだよね、本番繰り返してって。そう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 、それをさらに今日は崩しに崩しましたけど ね、どっからかわからないけど、もう平気で崩すね。ね、本当に。崩しましたっけ？生で崩しましたっけ？そうでしたっけ？これ終わんのかなって。どうですか、英語さん最後に。あ、何ですか？僕今日のライブをラーメンに例えます。よ。ま、普通ですけど。普通ですけど。また食べたくなるようなラーメンを提供できたのではないかと。ですか、ラーメン好きの佐野さん、どうですか最後に。もうこのラーメン二度と食いたくないっつって結局また来ちゃったみたいな。ラーメンもありますよね。マジマジ仕込み終わったよ。マジマジラーメンの親父。こういう心境です。どんな心境だよ。シンキングフォーフューチャーオブミュージックセッション1、お疲れ様でした。メッタさん、メッタさん司会ありがとうございました。ナイスでした、楽しかったですね。ライブすごかったです。セットさんラップしてましたよ、新曲で。ね、なんかラップを、まあ、から離れてポエトリーリーディングでダブの道をこうもう見つけたんだみたいなこと言ってるんで、あんまり ITP のライブでもラップっていうラップをやることはもうないんですけど、まあすごい盛り上がったというか、いい感じで今日が乗ったのかなっていう、なかなかレアなんじゃないかなと。良かったんじゃないでしょうか、ケンドリックス万歳な感じで最高の一日だったんじゃないでしょうか、はい、これ見てください。これ今日お客さんに配ったんですけど、はい、中村雄介さんに書いていただいたケンドリックスのキービジュアルなんですけど、うん、ここにケンドリックスの全てが表現されていると言っても過言ではない。なるほどね、こうブロックチェーンで安全に守られた家から若いクリエイターの方が世界に向けて安心して音楽を発信できるという、うん、まあ、ツールを作ったのが、まあ、ケンドリックスというもので、うん、ITP のバンドマスターの松さんにもいろいろとご協力いただいてプロモーションをしております。ケンドリックスの YouTube チャンネル の、 はい、音楽ができるまでを覗いてみたって、初回が松さん で ITP のアイゴンさんもギターも出てますよね。で、満を持してバンドはバンド形態で出たっていう感じはどうでしたか、感無量ですか。伏線回収ですよ、ね、伏線回収。私にもちょっとパンダさんにちょっと私の評価をいただきたいなと思います。今日はいかがでしたでしょうか。じゃあまずケンドリックスじゃなくてパンドリックスっていう名前に変えた方がいいと思う。これはK じゃなくて P から始まった方がなんかいいだろう。なんかパピプペポって元気ある感じじゃないか、まあね、お前元気ないから色は白黒こいつ暗いのやつも言い過ぎだ俺。それでついてこいよ。白黒なんで、まあ、できなくはないですね。パンドリックス、そうだ、作ってくれよパンドリックスで。まあちょっと私が今度書いてきます。でそれでさ、それ俺が使ったらどうなるの、ケンドリックスって。俺どういう使い方ができるのこれ。あ、ナズさんもまあ。ナズさんじゃねえ、俺が聞いてんだよ。バゴコは曲を作ってますか。俺だって佐野さんのドラムの上に俺いつも乗ってる。俺フジロックと朝霧ジャムと全部出てんだよ俺。お前は出てないけど俺が出てる。じゃあ本当にアカウントを作ってもらって、簡単にできるのそれ。メールアドレスと、名前。パンコという名前と、うん、でパスワードを決めていただければアカウントが作れて、で MP3 か WAV ファイルを
モバイル登録していただくと。登録するの？ケンドリックスのサイトから登録できるの？はい、そうです。そうするともう自動的にブロックチェーンに、存在証明として日時情報とその楽曲のハッシュ値っていうものが登録されるので、もうこれで安心と。これ登録されたら何が安心か教えてくれる？どういうとこが守られるの？お前の説明いまいちだからちゃんと言って。その音楽が含まれているファイルをいつ誰が保有していたかっていうことがブロックチェーンで客観的に証明できます。そうなると何、これ NFT ってことなのか？まあ基本的には NFT と発想が同じで、まあ、それが取引可能な状態で、プラットフォームが用意されているのが。皆さんこれですよ、水谷の悪いところ説明が分かりにくいから、ここがいいの作ったらお前ちゃんとほら告知しないとみんな分かりにくいから、分かりやすくちゃんと言わないと。じゃあ、パンダにこれから協力してもらおうと思います。うん、俺まず登録するからさ、登録したらその曲がどうなってどう守られるのかまたちゃんと教えてくれ。はい、スターの道目指して俺はライブハウスでこれから台湾ライブ出るからさ、よろしくな。子がジャスラックメンバーになるまで。あ、いいね、そうしよう、はい、そうしよう、よろしくお願いします。ジャスラックメンバーになってジャスラックを乗っ取るぞ。いや、言い過ぎちゃった。すいません。